気になる記事が女性セブンに上がっています。佳子さま皇室否定スピーチ秋篠宮様の筒の種引用されてる海外の記事です。で前提として佳子さまはジェンダー平等を強烈にアピールしてるんですね。まあ、私はそもそもそれどうなのかなと思いますけども、ジェンダーは政治的な領域なんですよ。皇室皇族が言うのはふさわしくないんじゃないのかな。やっぱ彼らは政治に介入してはならないわけですよ。しかし、まあ、上皇様のように、まあ、実質あれは上皇后だと思うんですが、まあ、認知症になったから公務ができないからといって、ね、生前対応マスコミに秋篠宮がリークして国会に圧力をかけたという世論で、上皇が政府に圧力をかけて法案を通したと憲法4条違反だと明確に思うわけで、秋篠宮と上皇がね、まあ、憲法をバカにしてるんだろうなと思います。秋篠宮であったり上皇上皇后は国民の総意がないと思うんですね。国民の総意は 100% っていう意味ではありません。大多数であれば OK です。じゃあアンケートを取って秋篠宮悠仁は天皇にふさわしくないとか、まあ、そういうアンケートを取れば総意が取れると思いますよ。事実上女性天皇を認めますかっていう聞き方になってると思うんですけども、8割方賛成してるわけですよ。つまり裏返せば悠仁はふさわしくないっていうことですよ、ね、そう置いといて佳子さまはジェンダー平等唱えてるんだったら、なんで皇室典範一条はそのままなんですか、まあ、そういう論調で今回の女性政務が書かれてる。だからそこに矛盾がありますよね。女性の代表者みたいに佳子さまなってますけども、あなたを慕ってる女性なんであんまりいないかなと思います。宮内庁関係者が衝撃を受けたというのが、今後ジェンダー平等が達成され、誰もが人生の選択肢を増やすことができ、自らの可能性を最大限生かしていけますように、そしてそれが当たり前の社会になりますようにと願っております。政治的な発言が出てますよね。これはふさわしくないというのは認識された方がいいと思います。20年のイベントに際して佳子さまが寄せられたビデオメッセージの内容である。皇室制度は明確に男子優先であって、それは間違いない。100歩譲って、まあ、それを OK としたちも、今の皇室典範であったり、秋篠宮の方針には合ってない。皇室の維持を考えるんであれば、男系男子っていう選択肢は今は取れないと思うんです。あんだけ小室問題もあって、秋篠宮の問題もあって、ふさわしくないのは、みんな分かってる話なんですよ。それを隠して男系男子で維持って言ってるわけでしょ。無理だと思いますよ。男系男女に拡張するべきだと思いますよ。つまり直系。残念ながらジェンダー平等とは全く相容れません。皇族がそれを外に訴えつつ、内部では男子尊重を守ることはダブルスタンダードなんです。歴史的にも女性天皇いますし、ね、8人ほどいますし、だから歴史は継承してるんですよ。まあそもそも伊藤博文が女帝を認めてたんです。対特例法みたいな特例法を作れるんだったら、皇室典範を変えればいいじゃないですか、実質上、僕は思います。そうじゃないと、本当に皇室がなくなってしまうと思いますよ。秋篠宮が即位した場合は、批判のレベルも1段階上がると思うんです。批判のレベル、注目のレベルもかなり違うと思うんです。おそらく、皇室に批判が殺到しまくって、終わるだろうなって、もう目に見えますよね。そんな恐ろしい状況が来るわけですよね。それを誹謗中傷とか言って、守る人はいろいろ出てくると思いますが、まあ、我々の言論を脅かすような事態になりかねない。そうなったら、本当に秋篠宮独裁体制みたいになって、まあ、よろしくないと思います。現役の女性皇族がそこまで踏み込んだご発言をされるのは前代未聞である。しかも過去は21年、22年のイベントのスピーチでもほぼ同じ文言を繰り返しています。だから、やる気ないんですよ、そもそも。スピーチだけではなくて、手話もそうなんですよ。使い回します。だから、練習なんてしてないんですよ。明確な強い意志のもとで、根本から皇室否定をされていると捉えられても仕方ありません。杉さんは佳子さまのスピーチは眞子さんの結婚を後押しする意図もあったんではないか。女性皇族というお立場でも結婚は自由にしていいと主張されているように感じられました。皇室生まれた女性でも自分の選択肢や可能性を最大限広げたいという各様ご自身の思いもあったかもしれません。それだと権威はなくなるわけですよ。彼ら自由なんてないんですよ。基本的人権は抑制されてる。だからこその特権がある。それは過去眞子だけではなくて他の皇族の方も一緒。他の皇族方はすごい成果を出されてるわけじゃないですか。特権を捨てなさいよ。じゃあ上級国民として頑張ればいいんじゃないですかって思います。近年日本の皇室はたびたび男尊女卑で女性差別が行われていると批判を受けてきました。なんと世界中から非難が相次いでおります。外圧がかかるといいと思いますね。外圧がかからないと変わらないです。なんと国連が言ってるんですよ。国連女子差別撤廃委員会は16年女系天皇を容認するように是正勧告を出すことを検討していたことが報じられた。しかし政府が潰しました。自民党が潰しました。明確に潰したんです。だから自民党は誰なんですよ。国連員、皇室典範改正をと。政府反論し削除。国連女子差別撤廃委員会が発表した日本の女性差別
関する見解について、菅さんは最終案の段階では日本の皇室典範の改正を求める記述があったことを明らかにした。実はあったんですよ。なんですけども、削除を要請したんです。これ消されたんですよ。政府が圧力かけて消したんですよ。先週末の時点で委員会から日本政府側に提示があった最終見解の案には皇室典範に関する言及が含まれていました。これを受けて皇室典範に関する記述を削除するように強く要請しました。皇室典範は男系男子による皇位継承を認めていて女性を認めてない、日本政府は女性差別を目的としていないことが明らかである、国連の委員会に反論し記述は最終的に削除されました。成り立ちを見てみると、男系男子は旧皇室典範であって、やっぱり男尊女卑なわけです。女性天皇においてはね、女性差別だと思いますよ。男尊女卑の思想から来てますから、成り立ちから考えても皇室典範一応、ね、条項で変えるべきなんじゃないのかなと、政府の意見はおかしいんじゃないのかなと思います。今岸田が安定的な皇位継承とか言ってますけども、それは皇位継承ではなくて皇族数の確保、悠仁がなった後の皇族数の確保を彼らは有識者会議で議論している、そのための女性見分けであり養子案なんですね。養子案なんて14条に引っかかる可能性が極めて高いです。時間がかかってしまうんです。時間がかかるものを用意しておけば時間稼げますから、そうなったらこの議論がまあどんどん続いていく中、悠仁がなってしまえばこっちのもんですよ。もうそうすればもう女性天皇、女系天皇、彼らどうでもいいと思ってると思いますよ。秋篠宮を鳴らせるためなんですよ、男系男子のね。まあそうだと思います。本当の目的は秋篠宮を即位させることです。男系女子まで拡張しますと愛子様に序列として直視優先ですから、二条がだから悠仁は即位できないんですよ。だから冒険に奪われなく済む一条を改正するのが喫緊の課題であると思います。菅長官は、我が国の皇室制度には歴史や年度が背景にあって国民の支持を得て今日に至っていると述べています。自民党はそうなんです。だから期待できない、全く。で、男系男子の皇位継承、女性差別を批判、皇室典範の見直し、国連が当初要求、国連女子差別撤廃委員会が3月7日に公表した日本に関する最終見解案をめぐって、当初案では男系男子による皇位継承を定めた日本の皇室典範が女性差別に当たるとして、見直しを求める内容が盛り込まれていたことが分かったと、産経ニュースが8日に伝えました。政府が反論し、最終的に記述は削除されました。残念ながらね。国連は、そういう意思を示したことがあるんですね。日本側に提示された最終見解案は、委員会は既存の差別的な規定に関するまでの勧告に対応がなされていないことを遺憾に思うと前置くし、特に懸念を有しているとして、皇室典範に男系男子の皇族のみに皇位継承権が継承されるとの規定を有していると挙げた。その上で、母方の系統に天皇を持つ女系の女子にも皇位継承が可能となるよう皇室典範を改正すべきだと勧告していた。まあ、2段階あると思いますけども、まずは女性天皇を認めることだと思います。で、日本は、まあ、そこから議論すればいいと思うんですよ。特例法による皇室典範の改正、愛子様に皇太子になっていただくというのが極めて現実的だと思います。で、日本側は4日にジュネーブ代表部の講師が女子差別撤廃副委員長と会って皇位継承制度の歴史的背景などを説明して、女子差別を目的するものではないと反論し削除を求めました。副委員長は内容に関する変更はできませんが、日本側の申し入れを担当する委員と共有するなどと応じた。まあ、サラが全力で動いてると思いますよ。まあ、サラがパリンってなったら、サラの影響力がなくなってきますから、アクション目はかなり不利になってくる。サラが5度目の時に、来た人に即位を確定したいと思うんですよ。だから、まあ、政府が動いてるかもしれないし、まあ、政府は人気取りの意味でも動いてるんでしょうね。そんなに騙されるとは思わないですけど、国民の方がね。だから、支持全く上がってないじゃないですか。まあ、ですから、多分自民党大負けするんじゃないのかなと僕は思います。7日の最終見解で皇室典範に関する記述が削除されたことについて、委員会側から日本政府への事前連絡はなかったと。国連の女性差別撤廃委員会は女性差別撤廃条約の実施状況を審査する措置である。2015年成立した女性活躍推進法など、前回2009年の韓国以降の取り組みを評価する一方、再婚禁止期間や夫婦同姓など民間の規定について改正を求めて、過去の勧告が十分に実行されていないと厳しく指摘した。夫婦別姓にする必要はないと思います。それは家族制度を乱すから、それは納得ができないです。この皇室典範の改正の見直しに関しては賛同できますね。こういう外圧が実はかかってたんだけども、政府が崩してるんですね。なんかずるいよね。正々堂々と戦えばいいじゃないですかって思います。はい、以上です。それでは皆様ご一緒に近してお疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。